はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ今回はね、久々の最強育成ということでオールキラ99のフルモン作っていきたいなと思います。そして育てるのはこのモンスターですね。まあもちろん分かってると思うんですけど、はい、このジョーカー種とライガーですねのモンスターブルーテラ、ライガーのスピードを身につけたジョーカー、鋭い一撃で敵に安らかな死をもたらす。なるほど、安らかじゃないでしょ絶対こんな釜でねぶった切られたら。ということでね、この枕返しですね、枕返しの、はい、生まれ変わった枕返しでやっていきたいなと思います。新枕返しで能力ね結構高いと思うんですけど、まあその枕返しをもとに、はい、他の座頭頭かなを混ぜて今出てると思うんですけど、これ作りましたね。まあそこまで強くないんだけども、結構ねアドバンテージはあるかなと。普通に再生するより100か200ぐらいね総合的に高いかなと思いますね。そして技も引き継いでるんで、あ、ビタミンもどき漬けありがたいね。これね、デスエナとデスカッターも最初から覚えてると、これが結構でかいね。あと覚えるんだって2つぐらいでしょ。うん、だからそんなに修行にもあと2回ぐらいしか行かなくていいと。でちょっと短い寿命はねカバーできるかなって感じですね。でまあ当然寿命も270かな、なんでまあまあ途中でバナナ育成もすると思うんですけど、これでオールキラ99作っていきたいなと思います。はい、でね、合体の時にロードランナーのかけらも使ったんで、ちょっと走り込みでプラス1もされるということで、まあ結構育てやすい性能になってますね。で能力適性が上から CCAACD と、まあプールバグもあるんで苦手なところないですね。で命中上がりやすいし、サブパラというかね、この軽トレのライフと命中、これが上げやすいっていうのが、はい、かなり効いてくるかなといった感じで、じゃあやっていきましょうか。最初ね、まあもういきなり D 行きたいん でこいつね、あのライガーが入ってるからジョーカーにしては良いなんだよ。てか普通に良いもんなんで、それで最初結構でかいですね。まあ後からちょっと悪にしないと技覚えられないんですけど、トロロン上げて、じゃあやっていきますか。最初は射的ですね。まあとにかく A のやつやっていくっていうことでね、ポンポンポン、よし、いいね。ジョーカーっていうのは基本的に悪だからすげえね育てづらいんですね普通は。うわ6も上がる、さすが適正マックスかな6が。でまあこんな感じでね、まあ、オイリーでいいな。最初ちょっと中精度上げたいし、軽トレしかしないからオイリー3つで、最後に多分草上げとけば全然大丈夫だと思う。で射的ですね、もう最初射的でいいよな。まあ掃除成長タイプが早熟なんで、相当最初もちょっとミスったやり直して、はい、続いて成功ね。いくつ上がるか、まあいくつでもいいんだけど6が一番いいね。おは6上がりまくる。てか生まれてもう1ヶ月もしないうちに300いきそうなんだけど、命中やばいよね。まあ、もっとね、あの配合うまくしたら500か600ぐらいになるんだけど、まあそれは入念なあの計画がいるんでね、大変なんで。いい感じいい感じ、久しぶりだなジョーカー。なんだかんだで、ね、1、2年ぶりじゃない育てんの、久しぶりだよな。すげえなんか育てやすいイメージがあるんだけど、やっぱ能力適性いいからね。でこいつの場合はやっぱり良いもんっていうのもあるし、さっき言った通り普通に育ててもね相当強くなるこいつは。あ、5ね、あ、300いった、すごいよな。で速攻大会も出したいから、次のあれか、来月出していこうかな。でね、まあ、正直この最強のね育成で誰にしようかなって迷ってたんだけど、まあ、最終的に候補が2体いたんですよ。で1体目がこのジョーカーのねやつと、あと2体目がナイトンね、ナイトン氏でやろうかなと思ったんだけど、やっぱナイトンって使い込みとかあるからちょっとめんどくせえなと思って正直必殺技の使い込みって確かあれなんだよな、引き継がれないな。うん、だからこっちになったって感じですね。いやナイトンもやりたいんだけどね、強いから。やっぱ強いモンスターのオール999って見たいじゃん。だから今回はこれジョーカーね。でちょっと聞いてたんでね、このジョーカーのオール999はやばいですよみたいな、やっぱ作っておきたいよね。なんだかんだ言って今まで作ったのってムーと火の鳥とメタルナか、まあメタルナは強いんだけど、ムーとか火の鳥って、まあ火の鳥強いか、ムーはそんなに強くないからね多分。あいつはガッツ回復が遅いからやっぱり頂上決戦だと多分弱くなるんだよ、一発屋のモンスターになるかな。
でもこのジョーカーは、ブルーテラーね、ガッツ回復も早いし技も強いからね、相当楽しみということで、じゃああとは適当に大会までやりますか。はい、ということで、まあ射的だけやってたんですけど、こんな感じですね。まあいけるだろう、力も200あるしね、賢さ250で命中300ね、これで一気に飛び級でいきますか。震えてるかな D のやつら。まあ多分能力的には全然楽勝なんで、あとはあの中精度だけだね、中精度で戦いがね意味不明になりまくるっていう、それだけが怖いかな。多分それさえなければ、まあ、パルマーもいるし全然楽勝だと思う。いや、いろんな技見せていきたいというか、まあそんないろんな技もないんだけど、全体的に見せていければなと。70、さすがデスエナジー、やっぱデスエナジー強いね。一応 4列全て揃ってんだ。ジョーカーでかいよな、多分まだ1段階目だと思うんだけど、このピクシーよりでかいっていうね。結構でかいからねこいつも、普通のモンスターからしたら。結構食らいまくってるけど大丈夫。これデスパンチ、ちょっと待ってデスパンチ、まあ、D に出てくるモンスターじゃないよな、ジョーカーって。威圧感的にね、やっぱ D はライガーとかスエゾーとか、ね、ロードランナーとか、あそこら辺っぽいよな。じゃあ打てないんだけど、じゃあ打たせてよ、そんななかった。ちょ、1だけ残ったんだけど1だけ残ったんだけど、でスナックル、じゃあこれで、うわ 95% だったのに。やっぱ意味不明って相当きついよな。大キス食らっちゃうね。もう連打するか。あ、打てたわ。はい、デスカッター、いや強いね、久しぶりに使うけど、ジョーカー浮かすの久しぶりだな本当。強いな、こいつの場合ガッツ回復も早いしね結構。あ、安らかにしようかな、ハリマをスリートボムとかね。パルマに負けたの絶対負けないと思うけどな、おかしいよね、その戦いが見たいもん。どうやってパルマーがスリートボムに勝つのって。多分ちょっとつ猛進食らったらもう逆転できないんじゃない、あいつパルマーも。さあハリマ、おっとまあちょ、おかしいでしょうに、ね、なんでさ 85% ってもう10中8区のレベルじゃない、おかしくない、絶対1回は外れんだけど。最近外れすぎじゃない、あ、ちょっと待って、これデスエナ 80% 当たるよね、当たるよね、おかしいんだって本当に、確率が当たるわあ、ちょっと待って、まだ知らないよ。フック50% 当たりまくるしね、 50% もそんな連続で当たらないから。安らか、安らかにしたよ、図鑑のあれ通りね。いやほんとさ、お願いしますよ、 85% は5割ぐらいな気がするんだよな、 85% とか80後半が最近。大丈夫かな。あ、パルマ負けたね。パルマ逆にミリアムとか得意だと思うけどな。さあスリートボム、こいつ強いよね、やっぱ D だったら怖い存在かな。これで命中と回避が50と100あれば相当強いと思うんだけど、まあ強すぎるから若干調整されてるっていうね、まあ、全然食らわない。70ぐらいでいった方がいいのかな。何しよう、デスナックとかいいか。あ、でも賢さの方がこいつ通るか。デスカッター、うわー効いた効いたね。ガッツダウンがでかいよな。そうそう、このジョーカーのあつさ、ガッツダウンがきついんだよな。結構10とか20とか減るじゃん、このデスパンチとかでも。それが効くんだよな。マジで嘘でしょ、嘘でしょ、確率高い方が外れんじゃんこれ。クソゲーでしょうに、何これ、 85% とか 90% とか、そっちの方が外れんだよこのゲーム。頭おかしくなるってやってたらおかしいでしょうに。当たるね、 90%当たり前だけど、10回に1回ぐらいだからね外れんの。ほらそのせいでさ、ゲオできなかったじゃん、絶対できたでしょあれ当たってたら。スリートボムもびっくりしてるよ。何気に言ってもこいつは棄権してこないな。これぐらいの能力だったら棄権してくるんだけど、なんか
勝てると思われてんのかな。ジョーカーの場合使い込みないから全然棄権してくれていいんだけどな。さあ続いてパルマーね。いやこいつがスリートボムに勝つとか無理でしょ絶対。どうやって勝ってんの。まあ蜜とかであれコントロールすればいけるか。どうやってんすか。ビンタやっぱジョーカーでかいよねこれ。こいつは多分ピークほどでかくないのかな。まあ 3,4 段階目のでかさはあると思うんだけど全然同じくらいだからね。攻略前なんて書いてある。身長2メートル後半だったっけな。でかいんだよね本当。いいね。デセーナ強いわ。デセーナ強いね。 80% ようやく当たるようになってきたし。そうそうこれぐらい当たるはずだからね絶対。なんでさっきまで外れてたんだろう。オッケーオッケー。あと一人かな一体。カペラか。まあ、カペラも強いね。多分 D で一番強いのカペラ。あとサクラートもいるか。とスリートボムね。三強かな。まあ、パルマーとかハリマーをミリアムは弱いよね。あんまり負けた記憶ないな。はい、カペラ。五光が刺してますね。こっちは後ろ月かな。さあ、どっちが勝つかな。こいつなんかパワーあるんだよな、カペラって。結構命中もいいし、そこは強いのかな。いい感じ。ムチね。突き刺し。デスエナ。83% ね。うわー、クリティカった。本気きた。本気あんま強くないんだよな、正直。本気あんま強くないっていうか。あの、打った後の反動がでかすぎるって、効果発動の後が。能力半分ぐらいなんじゃなかったっけ。出てる時はいいんだけど、全然。まあ、なんだかんだで、5連勝。当たり前だね。まあ、最初こそはね、あの、意味不明に苦しんだんだけど、後半は全然そんなことなかった。まあ、確率には苦しめられたけどね。よし。いけるね、これ。まあ、どれぐらいバナナ育成が必要かになってくるよな、多分。今のところは全然 OK。なんか、どんどん飛び級できたよな、この能力だったら。まあ、技も最後に覚えればいいんで、最初はね、能力に集中して、効率的に上げていきたいなと。さて。まあ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 。ライフと丈夫さか。はい、ということで始まりましたね。最強ジョーカー育成。いやー、こいつ強くなるだろうな、これ。まあ結構、寿命が短いからね、大変だとは思うんだけど、ちゃんと作れば、まあ最後にオール999対決もあるんで、そこら辺が楽しみだな。うん、で強かったですね。やっぱさ、このデスナックルとかデスパンチガッツダウン D あるんだよ。これが強いよな。 C ね、 CD とこれが多分ジョーカーの強さだと思うんだよな。あんな感じでね、消費ガッツ12とかで相手のガッツ10とか削ったら差し引き0だから、うん、得だよね。てかダメージ入るから、むしろめちゃめちゃ強いっていう、やっぱここら辺がジョーカーの強さの秘訣かな。はい、ということでまたね、次回以降もしっかり成長して、まあガンガンランク上げていきたいね、最初は。で、技は最後になると思うんで、さっきも言ってたんですけど、はい、そんな感じで育てていくんで、またね、今後の成長もお楽しみにしてください。それでは、今回の動画はこれで終了します。ご視聴ありがとうございました。今回の動画、面白いと思った方は、高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど、すべてが気に下がっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。